リンクさん？あのね、二人に話があるんだ。ムニちゃんのことで。ムニの？そうだったんだ。でも、ムニのお母さんが大変だって、なんでわかったの？昔、ムニちゃんのママが風邪で寝込んだ時と同じ感じだったから。そっか。それだけお母さんが大事ってことなんだよね。私たちも何か力になれることがあるといいけど。それで、ムニさんのお母様の病状は？来週には退院できるみたいだよ。それならよかった。けど、退院できるのは花火大会が終わった後か。あの、ムニさんは夏祭りに参加されるんですか？少しだけならいいよって。ムニちゃんおばさんにも相談したみたい。そしたら行ってきなさいって。浴衣はもう渡してあるし、ムニの気分転換になればいいね。うん、そうだね。でもおばさんにも花火見てもらいたかったな、ムニちゃんと一緒に。ムニ、お母さんと一緒に花火見に行くのは初めてって言ってたもんね。あの、それでしたら私に提案が。いえ、私がというか、その提案？いたいた、みんな！お、リンク、その浴衣似合ってるじゃん。すっごく可愛くて気に入っちゃった。さすがレイちゃん。エソラさんにもご協力いただいて、皆さんのイメージに合うように仕立て直しましたから。あれ、そういえばカズマくんは？さっきリンクのおばあちゃんと会って一緒に屋台を回ってるよ。もう仲良くなっちゃったの？さすがリンクのおばあちゃんだよね。会った瞬間ハートをわしづかみって感じ。あ、ムニちゃん、ここだよ。ちょ、分かってるわよ。おお、ムニちゃんも浴衣似合ってる。ありがとう。あと、そのなんか、ごめん、心配かけちゃって。そんなこと気にしないで、せっかくの夏祭りなんだから楽しもうよ。うん、でもママをできるだけ一人にさせたくないから。少し見たら病院に戻るね。そのことなんだけどね、ムニちゃん。私たちもこの後お母様の病院へお伺いしてもよろしいでしょうか？みんなで？どういうこと？